今日はですね、横浜山手のブリキおもちゃ博物館の中にある戦前のおもちゃをご紹介します。珍しいですね、ボーイスカートのおもちゃです。まあ、ボーイスカートはですね、1908年、イギリスから始まってですね、同時期に日本、アメリカと広がっていったわけです。これはですね、キレですね、テントはキレでできていて、下の台は木で作られています。そしてこの人は全部セルロイドですね。見るとですね、ここにこうジャパンって見えますよね。日本の刻印がしてあります。立っている人が5人、寝ている人が1人、膝をついているのが1人と、よくできています。ボーイスカートといえばですね、もうとても感動する話、グッときますよ。第二次世界大戦の時に負傷をしたアメリカ兵が日本兵と遭遇してしまったんです。当然戦争ですから、もうこれで自分の命はないと、もう観念したんでしょうね。その時無意識でこう三種の礼っていうんですか、それをしたらしいんです。そしてそのまま意識を失ったんです。気がついたらですね、応急処置がしてあるんですよ。さらに紙があって、そのあなたのね、三種の礼を見た時、私はどうしてあなたを殺すことができるんだと、簡単な応急手当がしておいてよグッドラックって書いてあったらしいんですよ。それを見てですね、もうすごく感動して、それをアメリカに帰って話したところ、その自分を助けた日本兵を探そうということになったらしいんだけど、結果的にはその人は見つからない。でも本当にみんなボーイスカートのね、そういう精神があれば、争いもない、お互いに助け合う素晴らしい世の中になると思うんですけどね。もう一つ僕が好きなボーイスカートのモットーですね、備えを常に、 Be prepared っていう言葉があって、これはですね、いついかなる場所でいかなることが起こった場合でも、もうとにかく善処できるように常々準備しておきましょうっていうね、備えを常に、 Be prepared っていういい言葉ですよね。ということで今日はですね、このボーイスカートのおもちゃですね、戦前に作られたこのボーイスカートのおもちゃから結構いい話ができたと思います。また次回お楽しみにしてください。